明智光秀。さあ参りましょう。おお、あ、なるほど。俺はこれはふざけたくないんだよ。なるほどそうですか。めちゃくちゃ好きなんだよ、まあ、こう光秀、一抹の思いがある歴史上の人物でございますね。これなんか信長大好きなんですけど、はいはい、なんで光秀好きなんですかって言うけど、うんうん、これだからずっと作りたかったあのサブタイトル、本当本能寺の変明智光秀ビューみたいなところもあるのよ。なるほど、若干その本能寺の変のスピンオフ的な意味合いもちょっとだけある。なるほど、はいはい、あとそのイメージ変えたいってめっちゃ思ってる。明智光秀、悲しい人だなって俺は思ってるかな、まあ、一般的にはね、その裏切り者というか、信長を最後の最後で裏切った。だから、はい、最近ちょっとまだ良くなってきたけど、うん、やっぱりもう裏切り者の代名詞なんです。まあそうですね、うん、これ何年言われたと思ってる。そう、最近今2020年よ、麒麟が来るとかさ、ね、うわーすごい光秀主役やと思って、うん、やっとこう日の目というか、いろんな見方、本当にみんなからされる時が来たなと思って。そうか、信長が主役になったりとかスポットライトが当たることが多くて、うん、まあ、最後非業の死を遂げるって、その非業の死を与えた張本人って扱い方されるのが光秀ですから。そうそう、だからこの裏切りの烙印なんです。なるほど、長く叫ばれる。あ、数百年レベルで。そう、だからやっぱり明智と名の付くものがみたいな、そういうのもあったみたいな。もう裏切り者だろうみたいな、家族もやっぱりもうずっと叫ばれるっていう。あ、だから名前変えたりとか、なんかそういうのもあったみたいよ。あ、そうですか、うん、はあ、そうかな、かなか輝いてた日々を忘れ去られていく。すごい有能な武将なのよ、明智光秀時代が。すごくいい武将、信長の、はい、ひょっとしたらナンバーワンの家臣かもしれない。なるほど、っていうぐらい、もう右腕なのは間違いないし、まあ、もちろん信長の家臣で有名なので言えば豊臣秀吉とかも とか、ね、いたりしますけども、よりもとかいるんだけど、でもその中でやっぱり信長めちゃくちゃ光秀のこと好きで信頼してて、なるほど、めちゃくちゃ力になってたのよ。だその素晴らしい功績が忘れ去られてるんだよね。なるほど、裏切り行為一つで。そうそう、ただの裏切り者って結構思ってる人いるでしょ。ああ、多いとは思います。違うんよそんなんじゃないよ光秀は。俺はそれを伝えたいんよ明智家の方ですか。違うんよ違うんやけど、このイメージを俺は払拭したいんよ。なるほど、そう、はい、ちょっとね、あのゆっくりちょっと紐解いていきましょう。はい、はい、天正10年、うん、運命の赤く染まる反逆の空、これ、まあ、普段の曲説明あんましないんですけど、ちょっとしていきますわ、はい、天正10年っていうのは本能寺の変の年です。はい、で運命の朝、朝方です。本能寺の変、赤く染まる反逆の空、もう燃えてるんです。まさにじゃあこれは本能寺の頃ですね、はい、もう、はい、燃え盛り崩れゆく野望、信長の野望ですね、うん、これを見ながらどう思っとったんや、こいつは。と、現実あったわけですからね。 そしてその瞬間を本当にこの文字通りのことがあったと思うんですよね、うん、皮肉わぬものは慈悲もなく消し去り、高笑い、はい、むくろっていうのはまあ骸骨みたいなね、足毛に踊る。これはこれ信長のことを言ってるんですよ、これ。はいはいはい、だいたいその敵の大将の首を切って、まあ、当時そういう時代だからね、うん、はい、で、あの顔が生首がこう運ばれてきたら、うん、やっぱりこういう文化だったんだって。まあ敵とはいえど、敵とはいえ敬意を示す、うんうん、信長最後の方笑いながらヒャハハハって蹴ってたらしいのよ。怖くない？なかなかですね。そうだから、そういう、うん、まあ、これもあくまで一説だよ、うん、だそういうのを見ながら、やっぱ川陸様にあの怯えて媚びへつらい張り詰めた心は隠しきれずに、やっぱり変わっていくのよ。イフもあったわけですね、当然。そのうん、もう凄まじい力を持ってる人ですから。これもう言っちゃおうかな、うん、すっごく明智光秀有能で、うん、ずっと本当右腕みたいに働いてて、はい、でもちろん出世めっちゃしたし、うん、だけど本能寺の変の1年前ぐらいから、はい、書物いっぱい残ってるけど、うん、不思議を、これ光秀のなんか心情を表してると思うんだけど、はい、やたら信長を褒める文章が多くなったの。え、そうなの？普通の感覚で言うと逆っぽいですけど、ね、愚痴が多くなったりとか、なんか違うの、逆なんですか？本当に私は信長様のおかげでここにおりますっていうのが1年前から急に増え出すんだって。だからもう、うん、多分そうやって言わなきゃいけないような空気、あ、ちょっとなっていったというか、それかちょっとふつふつと燃えていたものを抑えるために私は本当に尊敬していますっていうふうに書いたのか、
まあ、分からないけど次回の意味で書いてたのか、そう、うん、もう if でこう書いてたのか、そう、それは分からないけど、うわ複雑、まあ、人一人のわけですから複雑ですよね、そう、そういうちょっとグッてなってる気持ちは多分あったんだと思うんだよ、はあはあはあ、だからそれを隠しきれずに、うん、敵は本能寺にありと最終的に決意するという、はあ、まあ、そういう歌詞なんですけどね。で、まあ、ちなみにこれ、うん、手を伸ばせば届く夢は灰と塵っていう、うん、まあ、ここはちょっと信長のことを言ってます、うん、もう天下統一目前の、ね、信長が、ね、はい、だ思い馳せてるその、ね、天下統一と未来は今日の地でついえると本能寺は今日なんでね、うん、はい、で時は今雨が久しぶりさつきかな、これは、はい、本能寺の変の前に、うん、明智光秀が読んだ句だと言われていて、あ、これも、はい、俳句というか諸説ありなんですけど、うんうんうん、時は今っていうのがもともと明智光秀は時氏っていう一族だったんで、はい、なるほど、もう源氏派というか時ですか、はい、時氏、時さんがだからその時氏は今でしょうっていう、時氏は今、はい、で雨が下しるっていうのが天下、天下、雨、天の川の雨、そうそう、あー、なるほど、天が天下っていうだったら5月だから、時氏がその天下取るのはこの5月でしょうっていう、まあ本土地の6月だけど5月に読んだって言われてる、なるほど、はい、ちょっとしたはいの含みがありますね、含みがある、これは分かんない、でも本当に言われてるだけ、まあ、あくまでそういう解釈をしてる方もいらっしゃる、うん、でもこの歌は読んでるみたい、掴んだはずの新時代はふとこぼれ落ちる目前のこの信長の気持ちですね、なるほど、はい、さあもう楽しい、楽しい、こっからよめっちゃ盛り上がってるけど7時間目でこれ良かったですね、どれだけ明智光秀が有能かと、ね、うん、はいはいはい、まずは数字の面から、なるほど、はい、明智光秀って年齢わかんないの、年齢から、え、あ、そうなんですか、いろんな諸説あるけど、はい、差が20歳差あんの、信長の10校上説から10校下説まであんの、ここはちょっと間を取らせてもらいましたと、なるほど、はい、で遅咲きの天才部長三井では歌手の40過ぎやん、あ、け、本当ですね、遅咲き結構おじさまぐらいで、そうですね、シャツって入ってきて、なんだおじさん新人入ってきたなみたいな、わかんないけど、うん、まあまあ信長側からしたら、うん、 あと現代で言ったらそんな感覚もちょっとだけあるじゃん、なんか、うんうんうん、そしたらもう有能すぎても異例の出世やん、今までいたやつよりも早く城持ったのよ、すごくない、すげえ出世だよこれ、そうですよね、秀吉とか柴田勝家とかよりも早く城持ってる、なるほど、信長ってやっぱそう有能なやつにすごい褒美必ず与えるから、あ、出身動向や、うん、そのね、うん、もう単純に能力だけで判断する、そうだからスポーツ選手みたいな感じよ、もう本当年俸、結果出したら年俸上げるしみたいな、はい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 、で名実ともに筆頭家臣になりました、だけどよそ者で嫌われてたらしい、これ信長ってその名古屋の武将大名なんだけど、終わりですもんね、うん、周りの武将全員名古屋出身なのよ、あーなるほど、もう全員って言ってもいいぐらい、秀吉もそうだし柴田勝家もそうだし、そう、庭長秀も全員もだからそいつらで大きくなっていってたの、はー、その中にポットでのなるほどエリートって言われてる明智光秀入ってきて、はいはい、あ、ちょ面白くないですね、面白くなかったんじゃない、周りのね、うん、その古くから信長に仕えていた子さんの家臣からすれば、だけどやっぱり、うん、光秀ってその、うん、幕府に仕えてたりとか、うん、あとその斎藤道山ってわかるかな、岐阜の大名とかにちょっと伝えてた、はい、マムシですね、そこと繋がって信長とずっとこうなんかやってた、もともとはこの将軍の方だから交流してこいって信長と同盟みたいなの組んでたからね、なるほど、はあはあ、でゆくゆく選んだのは信長なんよ、お前ちょっと来いということですか、来もあっただろうし、俺はこいつこの人だわってだったんだと思う、だからめちゃくちゃかけてるっていうか真面目な方なのよこの人、だから上様の愛さえあればそれだけでよかった、もう頑張りますって言って忠誠心の高い、うん、鉄砲の名手だったって話もあるからね、ああなんかね、そんな話も教養もあるし、で誰よりも戦い謀略巡らし命かけて近く引き寄せた天下の道、信長のために、なるほど、うんうん、滋賀県かな、坂本城っていうところが、はいはい、明智光秀の居城であったんだけど、うん、そこ収めるのも大変なのよ、だけど、うん、信長は、はい、援軍光秀って言うのだけど光秀はこれ無理やてってやっぱなったんだって、なるほどね、無理やてってなったけど出せないと、そうそう出せない、でみんなも断ったりとかもなんかいろいろあったらしいんだけど、はいはい、光秀を毎回言ってたらしいのよ、へー、
それなんでかって坂本城で家臣をしっかり育てたんだって、政治的には。だから俺がいない間できあの頼むなっていうシステムを作って、呼ばれたから、うん、信長様に呼ばれたからちょっと留守を頼むと。そうで、その坂本というあの城の町は明智光秀大好きなのよ。だから政治もうまい。素晴らしいですね。すごいでしょ。で、光秀が呼ばれたら行って、うん、2、30戦してんのよ。あ、そんなに。めちゃくちゃ戦ってんの。で、あの9割以上勝ってんの。えげつないでしょ、この人。いや、もう軍神ですね。そう。だから、その日本のこの、近畿地方を治められたのは、光秀のおかげって言われてるの。はぁ。教養とかもあるから。武芸にも秀でて教養もあり。なのに、うん、こんだけすごい結果残してるのに、うん、模範的ですよ。そう、領地を召し上げられて、うん、きつく当たるの。信長が、信長にこんあんな坂本という土地を作ったけど、うん、あ、お前これもう取り上げなっつって。これなんでなんですかね。だから取り上げて、はい、じゃあ四国攻めなさい、取ってきたとこお前の城ねって言われるの。なるほど。ここまでやってきてそんなこと言うんみたいな、ちょっと嫌ですね。なるほど、うん、いや、めっちゃ嫌よ。しかもそこで四国を攻めてました、明智光秀、信長の命令で、はい、四国を攻めてました、うん、なかなかそこでうまくいかなかったの、ね、そしたらもう降ろされたの。あ、お前いいもん、終わりよ、お前戻ってこいっつって、で戻ってきて、うん、そこでされたのが家康への接待なの。戻ってきて接待してって言われて、ちょっと屈辱ですね。いや、ちょっとね、苦しかったでしょ絶対。あ、でそれでさ、それまでに信長の、その家臣、うん、名古屋からずっと一緒にやってきた人を信長は追放とかしてんの、うん、それは仕事できないの。あ、能力的な判断で、能力でもういらねえんだったらもうボーンってなったの。は、四国を外され接待を任され、その接待でその失敗したっていうエピソードもちょっとあんのよ。どん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 仕事のランクが落ちていってるわけだ。 そしたら光秀もちょっと怯え出すんじゃないか、俺ってこのままクビになるんかなみたいな。なるほど。殺されるんじゃないだろうか。まあね、そう、こういう人ですからね、逆笑い、ムクロ足毛に踊るような、うん、手紙書き始めるよね。そういう時にふと訪れたチャンスで、うん、本能寺のに信長が泊まると。で、秀吉も行ってる、中国の地方の方ですか。行ってる、柴田勝家の新潟の方行ってる、はい、手勢はもう地方に行ってるわけだ。いない。その瞬間に、あ、やろうかなって思ったんちゃうっていう説、突発的に思った、うん、突発的な説がある。張り詰めてたものもあるでしょうし、うん、そう考えるとやっぱりもう一概に責めれないっていうか、家族を守るためだからね、それは。まあもちろんそうですよね、うん、だからこんな有能なはずなのに、うん、その本能寺の変、信長を前倒した後に、はい、あのいろんな工作しなきゃいけないけど、もう雑だったんだって。やっぱ倒した後に慌てて、あ、俺倒したんでちょっと仲間だってもらいますみたいな。むしろ逆に普通の人でも考えられないレベルの根回しをするような器の人なのに、 そんだけの人がやっぱりもうずさんで、やっぱり親友はこの人は仲間になってくるって人から裏切られたりとか、裏切りとかとは言わんか、うん、信長様の方にずっとついてたというか、お前っていう感じ、うん。まあ、だけどここでうまくいったらやっぱり天下、ね、は自分のものになるっていうところも多分少なからずあっただろうし。なるほど、うんうん、であと言っても光秀ってすごく大きな大名だから、うん、信長だってまあナンバーワンと言ってもいいぐらいだからね、うん、軍隊も大きいし力もあるし戦も上手だし、うん、で本能寺の変が終わって、うん、じゃあここから天下統一するぞと思って信長の、ね、息子も、まあ、自我に追い込んだり、うん、その信長の、てか跡取りっていうのもなくして、これから明智の天下行くぞっていう時に、うん、秀吉が早いね、戻ってくるのが毛利氏かなんかを攻めてた、中国地方にいて、はい、これが計算外で準備できずに戦になったわけよ。なるほど。これは山崎の戦い、本能寺の変の11日後。11日後です。応仁の乱11年やってるけど、明智光秀で11日後だからね。で、くしくも同じ11ですね。そうで山崎の戦いで負けるのよ、はい、明智光秀が、まあ、急いで戻ってきた秀吉に撃たれると、うん、負ける意味が分かんなかったの。ほう、秀吉なんでそんな味方つけてるの。まあね、信長の、うん、報復というか、なんていうか、まあ
殿の弔いというか弔いですよ、それはもちろん仲間わーついてで、こっちはなかなか仲間が集まらず、はい、そこで負けて、だけど坂本城に自分の城に帰ったらもう一回整えて戦えるはずだったのよ。なるほど。 そう、うんうん、その帰る途中に農民に竹槍で刺されて死ぬのよ。悲しいでしょ。いわゆる落ち武者狩り、落ち武者狩りみたいな、そんな最後だと言われてるのよ。いやそう、だからこの夢は灰と塵っていうのは今度はあの光秀の考え。なるほど、はい、思い馳せる未来は今日の地でついえる、山崎の戦いは今日です。なるほど、はい、山崎の合戦は京都の、そうですそうです、はい、掴んだその新時代は太こぼれ落ちると。これは光秀の話、はい、なかなかでしょどうこう、だから光秀魅力的なのよ。いやあのね、ほんとね、うん、まあいろんな踊る授業シリーズやったじゃないですか、はい、でいろんなこう歌詞もね、うん、あの僕ら YouTube とかでも発信したりしましたけど、うん、僕正直あのこの明智光秀一番好きなんですよ、うん、いやこれいいよね、ものすごくいい歌詞、もう気持ちすごい乗っかってるもん。なるほど、そういう見方をして本能寺の変を見るともっと面白く見えるし。なるほど。でこの本当に光秀の人間を表すあれなんだけど、うん、当時大名とかって兜とか被るじゃん、はいはい、あれって戦用じゃないのね、もう見せ物みたいなところがあるの。はあ、まあ、家紋とか入ってたりしますもんね。そう、すっごい派手だし、うん、もうだって伊達政宗とかこの三日月みたいな感じだし、うんうん、もうこんな、もう前田利家とかもこんなんなのよあ、こういうやつですね。そうそう、うん、金のこんなみたいな、とんがり帽子みたいな、頭おかしいんちゃうかぐらい金金なんだけどもう秀吉クジャクみたいなのだし、そう、光秀質素に真っ黒なんだよね。そう、だから自分はここは別にそういうのじゃなくてっていう性格がちょっと見える瞬間だから、私はナンバーワンの男ではない、ナンバーワン信長様なんだという、そうかもしれない、そういう気持ちがあったのかもしれない、そういう解釈もできる、うん、そうだからバーっていろんな甲冑見て、このエピソード見て、あの光秀のその兜とか見るとちょっとグッとくる、わいろいろ耐えてきたんやろうなとかと思って、我慢の人、うん、そんな彼の一瞬の気の迷いは許してあげてほしい信長は嫌かもしれないけど、いやもちろんもちろん、それはもうちょっと光秀という人間も愛してほしいなとはすごく思う。なるほど、うん、まあそんなね、まあ、まさにこの言葉ですよ、うん、裏切りの烙印、そう、それはね、もうこの言葉で片付けるにはちょっと、うん、あまりにも残酷なんじゃないかというだと思う。なるほど、うん、ちょっと話したい話はもっとたくさんあるけど今日はこれくらいにしとこうかななるほど、伝わったんじゃないかなと思うからね。いや、うん、大いに勉強になります。いや本当もう泣きそうになってるもん、このメガネの下本当に素敵だわ。皆さんもぜひちょっと、はい、この明智光秀をね、うん、もう一度調べてみてもいいんじゃないでしょうかね。 いやいいと思う、自分なりの調べ方でもいいからね、解釈をね、うん、ちょっと辿ってみるのもいいんじゃないでしょうか、はいはい、最後7時間目でございましたけども、はい、明智光秀でございました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。